体力と言いますかね、やっぱその回避で最後は戻せたなという感じですね。序盤のリードを奪いました。すでに僅差の争い並んだ状態で勝負の第4ピリオド1分追いかけてスタートさせていた日本。第3ピリオドですね、はい、スタート出だしがですね、リズムがやっぱりちょっと変わったと、はい、ここのところでですね、修正するチャンスがあったんですけども、その第3ピリオドが始まったなんとなく嫌なリズムといいますか、そのまま最後に、流れていったというのは残念というか悔しい負け方ですね。試合内容からすると圧倒してたんですけど、最後の決定力、これ日本のずっとテーマだったんですけども、はい、数少ないシュートチャンスを福田が決めて、日本は決めなかったと、はい、ちょっとシュートの本数は手元にないんですけども、まあ、ちょっとシュートですが、4点というこのロースコア、はい、じゃあちょっと勝てないですね。そして19時30分から夜の新鮮の曲からメゲームナンバー6、オリンピック予選を戦うのはアテネを目指したあの時以来の8年ぶりになりました。そのアテネでカザフスタンで予選やった時も2点差で7号で負けたんですけども、はい、同じような展開になりました。さあ場内ではインタビューがこれから始まりそうです。それでは監督インタビューです。高木監督です。634大変残念な厳しい結果になりました。そうですね。でも今日はこんなにたくさんの応援の中で我々できて非常に、我々幸せでした。で、まあ、選手は精一杯やったと思います。監督からご覧になりまして、今日の試合振り返ってどこにポイントがあったんでしょうか。まあ、そうですね、前半はもう、競って、イーブンでいけばもうこれは我々のゲームプラン、後半、向こうが疲れたところですね、速攻を決めて、まあ、相手を突き放したいと、まあ、そういうふうに思ってたんですけども、まあ、そのシュートがなかなか決まらなかったかなというふうに思います。なかなか相手の体勢をこちらの得点に生かすことはできませんでした。そうですね、まあ、その体勢ゾーンを決めるということをずっと課題にしてきましたし、その、決定率を上げてきたんですけども、まあ、今日はちょっと運がなかったかなと、まあ、そういうふうに思います。改めて選手に声をかけるとしたら、今日のプレー振り返ってどうでしょうか。まあ、選手は本当に一生懸命、やってくれました。まあ、私は誇らしい選手たちだと、そういうふうに思います。最後にもう一度ファンの皆さんに声だけ詰めかけてくれました。一言お願いします。今日は本当にどうもありがとうございました。我々一生懸命戦いました。でまた明日もよろしくお願いいたします。高木監督でした。続きましてキャプテンの青柳選手です。6対4大変厳しい結果でしたが。そうですね、最後までいけると信じていたんですけれども、なかなかチャンスをつかむことができなかったですね。なかなか今日の試合今振り返るの難しいかと思いますが、終わってみてどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあまあ、普段通り そのプレーをさせてもらえなかったというか、やっぱりだいぶ研究して、まあ、こちらのキーマンを全て潰してきたという感じなので、なかなかそこの対応ができなかったかなと思います。青柳さんにとってこうオリンピックというのは本当に夢の舞台へ向けてということで向かった今日の大一番だったんですが、やはりそのポイントを上げた部分、本当に一つ一つのプレーだったと思うんですかね。そうですね、やっぱりオリンピック行くにはなかなかまだまだ実力全てが足りないのかなというふうに思いますね。まあ、そんな中とにかく力になろうとたくさんのファンの皆さんが駆けつけてくれました。最後にファンの皆さんに一言お願いします。今日も負けてしまいましたけれども、本当に幸せな1時間でした。どうもありがとうございました。キャプテンの青柳選手でした。高木監督、そして青柳キャプテンの今インタビューをお聞きいただきました。まあ、選手たちの目には涙も浮かんできています。かけてきた長い時間を本当になかなか想像できないような時間を過ごしながらこの時間にかけてきた選手たちです。まあ、大川さんも本当にこうよくご存知の選手たち、教え子もたくさんいます。見ている選手たちもいますが、どうでしょうか。まあ、思い切ってですね、やったというふうに言いたいですけども、やはり結果は競技スポーツなので、やはり結果を残してナンバーだと思いますので、はい、まあ、ちょっと
だまだこれからやることがいっぱいあるなと見えた試合になりましたね。残念な。最後場内のお客さんたちに向かっていろんな思いを込めながらの幸せな1時間でしたと話した青柳。今日の一戦、それでは最終の第4ピリオドの模様を改めてここでご覧いただきましょう。回す風でした。
明日から希望をかけて、中国戦は残しています。そうですね、ここ数年勝ってない相手なんでね、はい、最後の試合になるんですけども、ここで、はい、まあ、今日の分というかですね、もしかして話して、で、自分らしい試合をですね、はい、出してほしいなというふうに思います。まだ大会終わってませんので、まあ、しかし本当に日本でしかもオリンピックをかけたこの一戦を開催するということで、多くのお客さんが今日も訪れてくれました。立ち見も出るほどになりました。明日も本当にこう青柳選手が幸せな時間だったと話してくれましたけども、それに応えるようなプレー選手たち見せてくれるでしょうし、また見に来てほしいですね。いや、もう今日のですね、シュートの決定力が悪かったので、はい、最後中国は圧倒してですね、すっきりとした形で終えてほしいなというふうに思います。そうですね、他国をパワーで圧倒してきた中国と日本は最終戦を戦います。水球アジア選手権ロンドンオリンピックアジア地区代表決定戦、日本対カザフスタンの一戦、解説大本良さんとともにお伝えしました。大本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いよいよ明日が最終戦です。